でしょうか。林くんの年間年齢は58歳です。うわあ、美味しいもの食べてきた、はい、これはちょっとね、まずいかもしれません。まずいですね。あまり結果は良くありませんが、池谷先生は予防法をしっかりやれば今からでも遅くはないと言います。なぜなら近年医学界で新たな素晴らしい発見があったからです。血管ってね、はい、まあ、例えばこのホースもそうだし、これ鉄パイプでもそうですけど、一応錆びついたりね、硬くなってしまったらもう元に戻らない感じがしますでしょう。人間の血管も一度老化、動脈硬化を起こしてしまうと、もう二度と元には戻らないというふうに近年まで思われていたんです。そう思われる、は